遠藤敦氏は、茨城県土浦市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カーアップ所属。小学1年生から、トリデベアーズで野球を始め、4年生から投手として、活躍。土浦市立新いはり中学校を経て、霞ヶ浦高校に入学。1年の夏にはチームが甲子園出場を果たしたものの、ベンチ入りできず、1年秋から念願のベンチ入りを、果たした。 二年の秋からエースとして活躍が期待されたが、夏休み中に右手の甲を縫う怪我を負ったため調整が遅れて登板できなかった。しかしオフシーズンに練習を重ね3年春の関東大会にはベスト8の原動力となって注目を集め、第99回全国高等学校野球選手権大会茨城大会2回戦では、 日米8球団20人のスカウトが視線を送る中、自身の最速に2キロ迫る140キロを計測。同大会決勝戦では先発として200球を超える、力投をするものの、チームは延長15回の末土浦日大高校に敗戦し、甲子園出場を逃す。高校では2学年上に、綾部翔がいる。2017年の NPB ドラフト会議で、 広島東洋カープから五巡目で指名を受け、11月10日、茨城県土浦市内で仮契約を結んだ。契約金は3000万円で年俸480万円。ドラフト会議で指名を受けた同行出身の選手は、2015年の綾部翔、2016年の根本るに続き3年連続。この年は、茨城県内で遠藤を含め4人の高校球児が、 プロ野球志望届を出したが、ドラフト会議で、プロ野球球団に指名された、県内の高校球児は遠藤のみだった。背番号は66。2018年は、ウエスタンリーグ公式戦4試合に登板した。2019年は6月7日に一軍に、初登録され、同日の大福岡ソフトバンクホークス戦で、プロ初登板を果たし1回を無安打無失点に、抑えた。 その後は中継ぎとして一軍に帯同し8月21日の対東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初勝利を挙げると同24日の対中日ドラゴンズ戦では1点リードの10回に登板し三者凡退に抑えプロ初セーブを挙げた20歳4ヶ月での達成は今村武を抜き球団最年少記録となったシーズン終盤には一岡隆治 中崎翔太の離脱を受け、セットアッパーに昇格し、最終的に34試合の登板で6ホールドを記録した。2018年2月8日投稿時球場での春季キャンプにて、身長184センチの長身から繰り出される、角度のある直球と縦に割れるカーブが持ち味。他にスライダー、フォークを操り、プロ入りが決まった2017年11月からは、 高校時代の先輩である、綾部翔に影響を受けて、チェンジアップの習得に励んでいる。一年目の春季キャンプでは、初のブルペンを見た当時二軍投手コーチだった、笹岡真嗣からは、腕のシナリーが良い。俺たちの世代で言えば、伊藤俊人くらいに見えたとの評価を受けた。担当スカウトの大形義則は、玉持ちが良くて、体のバランスが良い。体格が大きくなれば、 もっと速い球を投げられると潜在能力を高く評価している。プロ入り後の直球最速は時速1 4 7トルであり、プロ入り前から時速5トル上がった。憧れの選手は球団 OB の黒田博樹。5年後、10年後はカープを代表する投手に最終的には日本のエースになれるように土台を積んでいきたいと語る。ありがとうございます。